まず最初に、ご報告です。っていうところでですね、昨日ですね、トゥエルビの、BS10 に楽天対ロッテ戦のですね、副音声を、吉田アナウンサー、そして内が初解説、そして里崎というところでね、3人で和気あいあいと楽しく、やってまいりましたけども、訂正あります。小野慎吾さんのサングラスの件についてっていうところでですね、ちょっと連絡をもらいまして、話盛りすぎっていうところで、今、コーチっていうところもあるし、正しい情報をお願いしますっていうところで、正しい情報を確認したところですね、サングラスの意図はですね、目線や表情を分かりづらくできればというふうな苦肉の策と、あと、小宮山さんへの憧れもあったというところと、まあ自分なりにですね、考えるものはいろいろ考えて、できることはやっていこうという中で、サングラスっていうところをですね、起用したと。あと毎日佐々木チャンネル見てもらっているというところで、小野慎吾さん、すいません、ちょっと話盛りすぎました。今度からはしっかり、情報を伝えていきたいと思います。そしていつもご視聴ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。ということで、以上、訂正とご報告でした。里崎チャンネルジョ。さあ、ということで、開幕してから約30試合前後、3月、4月終わりましたけども、ここで、里崎チャンネル、独自の月間 MVP! やっていきたいと思います。セパで分けて月間 MVP を、独自で発表していきたいと思いますけども、里崎チャンネル的には、全チームのとりあえず、チームごとの投手と野手の月間 MVP を発表しながら、最後にリーグで、投打で月間 MVP を決めるというところでやっていきたいと思います。さあ、ということで、まずはですね、4月終わっての順位、1位楽天、2位ソフトバンク、3位ロッテ、4位西武、5位オリックス、6位日本ハムと、1位から6位まで6ゲーム差ということで、まだまだゴールデンウィーク中ね、何が起こるか分からないというところですけども、まずじゃあ現在最下位の、日本ハムから発表していきたいと思います。まあ、野手陣ね、チーム打率2割1分8厘と、ちょっと苦しいね。その中で頑張った、サズジャクチャンネル式、日本ハムの月間 MVP は、近藤選手ですね。まあ、ちょっとね、打率2割5分で苦しんではいますけども、安打数はね、渡辺選手に次ぐ23安打と。で、まあ、打点をしっかり担ぎながら、長打も打つということで、まあ、近藤選手ですかね。まあ、でも全体的にも頑張ってほしいというところと、あとは、最近ね、コール選手の出現というのは楽しみですね。続いて、投手、ピッチャーの月間 MVP は、加藤選手。ね、昨年はね、まあ、ショートリリーフ、オープナー的な存在が多くて、2巡目投げればね、打たれるっていうようなチームのね、方針、思惑などですね、多かったですけど、今年はしっかり長いイニングも投げて、ゲームを作って、まあ、現状、2勝0敗、5試合投げてね、防御率 2.73 は、立派な、数字だと思いますし、まあ、そういったところでね、どんどん、まあ、外国人選手も入ってきましたし、ちょっとね、後ろがバタバタしてますけども、そこの安定感を持ってね、戦ってもらいたいなと思います。続いて、オリックスの野手、月間 MVP は、吉田正尚選手。まあ、安定的だね、高打率、安打数も稼ぎながらホームランも打って、着実に打点も続けるとね、パ・リーグで4位。の、打率を稼ぎながらっていうところですけども、もう一人ね、杉本選手もね、頑張りましたね。3割1分9厘ね、ホームランも4本打って、しっかりとした活躍。もう最近はね、もうレギュラーで、クリーンナップみたいなね。この吉田正尚の後に杉本とかね、そこら辺が絡んでいけば面白い存在になるんじゃないのかなというように思います。続いて、投手の月間 MVP は、山本由伸。ね。まあ、防御率1点台、安定してね、まあ3勝2敗と、まあ2回負けてますけども、もう安定したね、ピッチングで、エースのね、投げる試合に、まあローテーションちょっとずつ変わりますけどね、エースが投げる試合勝っていくっていうところがね、オリックス浮上のきっかけになるんで、あとはね、宮城投手、このね、宮城投手もね、この1ヶ月頑張ったんじゃないのかな、というところで、オリックスはね、ピッチャー山本、バッター吉田っていうところですね。続いて、西武ライオンズはね、まあ主力が、怪我人で、結構抜ける中ね、なんとか頑張って、こう、いい形でね、試合、若獅子たちが送ってると思いますけども、西武のですね、野手、月間 MVP は、源田選手。まあ、殿崎、山川など、まあ、内野手のね、主力が抜ける中でも、守備面でもね、素晴らしい活躍もありますし、チームトップのね、
32安打と、まあ、盗塁ならとね、足でも機動力でも守備でもね、すべての面において、まあ、打順がね、変わることはありますけども、いい形でね、チームに貢献してるんじゃないのかなと。まあ、昨年はね、ちょっと体調が、コンディションがっていうところもありましたけど、今年はね、ここまで元気に頑張れてるんじゃないのかなと。あと、順的に来るのはね、ウーデンティン。ここをね、上げたいですね。ウーデンティンもね、いいところでホームラン打つし、いい形でね、この山川奈々をファーストでね、埋めれてるんじゃないのかなっていうところで、素晴らしい活躍がね、できてる。このウーデンティンもね、まあ、やっぱ MVP になると危険ですけど、この、順的にはこのウーデンティンのね、活躍っていうのも、今、素晴らしいね、活躍になってきてるのかなと。あと、若林がね、若干ちょっとね、下がってきてるっていうところもあるんで、やっぱりレギュラーでね、出ていくっていうことを考えればね、ここが踏ん張りどころね、しっかりとして、まあ、出塁率を上げながらね、足で見せていく、守備で見せるっていうね、ここ踏ん張ればね、レギュラーの道がね、近づいてくるんで、この若林選手のね、この踏ん張りどころ、このゴールデンウィーク5月にね、期待したいですね。投手の月間 MVP は、平投手ね、最速160キロね、投げて、月間、4月は10ホールドとなり、まあ、今季リーグトップタイのね、12ホールド、目を上げて、4月は10ホールドとなり、2017年6月にブライアン・シュリッター投手が達成した月間ホールドの球団記録に並んだっていうとね、しかも、今季14試合に登板し、驚異の防御率 0.00。これは素晴らしいですね。で、昨年は開幕から10試合連続で失点、どころかヒットも許さずっていうね、まあ、この中継ぎにね、21歳、本当に素晴らしい。まあ、ここでね、中継ぎがしっかりね、踏ん張ってるからこそ、しかもあの、9回引き分けっていうところでね、まあ、増田ね、ちょっと打たれた時もありましたけども、このギャレット、タイラ、増田のこの後ろのね、しっかりとした形があるっていうところがね、この9回打ち切りの中で、西武の強みだと思うんで、その中でもね、10ホールド、防御率 0.00 で、非常に素晴らしい活躍じゃないのかなと。西武ライオンズはね、野手は源田、そしてピッチャーはね、タイラっていうところがね、チームの月間 MVP。まあ、高橋コーナーもね、やっぱエースドローの中で非常に頑張ってると思うのでね、ここからまたその力をね、十分に発揮してもらいたいなと思います。続いて、ロッテ。まあ、ここまでね、しっかりとした活躍、開幕ね、5連覇ありましたけども、まあ、いい形でね、この4月乗り切ったんじゃないのかなと、思います。マリーンズの野手、月間 MVP は、マーティン！ね、まあ、本塁打がね、リーグトップの、10本塁打、そして得点圏打率がなんと4割5分8人と、この非常にね、荻野、マーティンのね、この絡みっていうのは、相手にね、脅威をもたらすんじゃないのかなと。まあ、打率はね、2割7分1厘とね、まあ、低い数字じゃないんですけどね。で、まあ、長打率5割7分6厘と。あと、守備でのね、活躍っていうところも非常に大きいんじゃないのかなと。次に来るのがやっぱりね、中村翔子。現在、この4月終わった時点で、首位打者3割2分7厘、2塁打数もリーグトップの12本ね、出塁率も高いですし、長打率も高いと。まあ、盗塁もしっかりしながらっていうところでね、非常に、頑張ってるんじゃないのかなと。まあ、キャプテンとしてね、結果でもチームを引っ張っていってる、素晴らしいことなんじゃないのかなと。しかし、まあ、MVP ではね、マーティンを挙げたいと思います。そして、ピッチャー。投手では、ロッテの月間 MVP は、唐川。ね。まあ、この前ね、栗山にね、ホームランを打たれて、初失点してしまいましたけども、15試合に登板してね、防御率 0.61 っていうのはね、立派な数字じゃないのかなと。しかもね、ホールド、11ホールドというところで安定感ね、抜群の投球続いてるかなと。まあ、開幕してからね、ハーマー、そして増田とね、ちょっとね、バタバタするところがありましたけども、まあ、唐川ね、安定したピッチングで、まあ、ランナー出すときはもちろんありますけどね、しっかり、試合をね、作って、終盤をね、締めるっていう形で、まあ、昨年もね、いい形で活躍できましたけども、開幕、スタートダッシュ、唐川本人的には非常に、素晴らしいピッチングがね、できているっていうところなんじゃないのかなね。まあ、この中継ぎがね、安定してくれば、もっとチームとしてね、安定して戦っていけるんで、まあ、他がね、まあ、状態ね、ハーマンも松田も上がってきてるんでね、こう盤石にして、これからも戦ってもらいたいな、というところで、ロッテはですね、バッターはマーティン、そして、ピッチャーは唐川でした。まあ、これにね、追随するところで言えば、まあ、二木がね、今日、5月1日ね、復帰登板っていうところで、まあ、先発ピッチャーのね、安定的な頑張りっていうところがね、大事だと思うんで、二木にはね、頑張ってもらいたいなと思います。ソフトバンクホークス。ホークスの野手、月間 MVP は、甲斐選手。まあ、北九での無類の走者、
バッティングでね、今、パリーグ5位の3割1分3厘とね、非常に素晴らしい結果を出しているっていうところもありますし、あとはね、守備面でも、まあ今年ね、まあ千賀投手が、まあ足首ね、怪我したりとか、先発投手もね、まあ誰が来るか分かんない、中継ぎもね、ちょっと森がね、左肘のっていうところで、ちょっと抹消時間がね、楽なんのかなと。モイネロ出遅れたりとか、なかなかね、今年はそんな、厳しいね、リードしてるようには見えないですけども、まあピッチャーがストライク入らない中で、どうやってね、立て直すかっていうところも非常に、苦労があると思うんですよね。その中で、しっかりね、バッティングでも結果を出しながら、今、現状、4月終わっては2位というところで、あそこまで怪我人がね、出てるのに、このね、2位で入れてるっていうところも非常に素晴らしいんじゃないのかなと。その時でもね、このホークスのキーマンはね、甲斐と、言ったと思いますけども、この甲斐がね、しっかり頑張ってるっていうところはね、非常に大きいと思いますし、しっかり打撃でも貢献してる。素晴らしいんじゃないでしょうかね。まあ、ちなみに、グラシアルもね、いい活躍。やっぱグラシアルが打つか打たないかで、チームの勝ちか負けが決めるっていうところもね、結構大きくありますし、グラシアルはね、現状パリーグ3位の3割2分4厘と、安打数ね、トップの36安打。これね、荻野と、ロッテの荻野と一緒っていうね、いうところで、非常に、いい活躍がね、できてるんじゃないかなと。その中で、佐々木チャンネル的には、4月の月間 MVP は、甲斐選手っていうね、ところでした。で、ピッチャーはですね、月間 MVP は、泉投手ね、15試合に登板して、なんと、防御率が 0.00 っていうね、これ非常に結果として素晴らしい。結果じゃなんじゃないですかね。まあ、強いて言えばね、15試合登板で、投球回数11イニングなのに、吉球が8っていう、ちょ劇場型かな。ここが、もっと減っていけば、もう盤石の7、8、9の方程式のガチガチにね、入ってくる、ような選手ないのかと。強いストレートね、変化球もキレありますし、まあね、この、激励のね、頑張れっていうね、意味も込めて、このね、ランナー出すっていうところがね、ちょっとざわざわとしますけども、まあ、15試合に登板して防御率 0.0、まあね、もう出遅れたり、ここから、まあ、また森がね、今ちょっと登録抹消されたりとか、まあ、投手陣もね、バタバタして投げるイニング、役割、持ち場っていうね、ところが変わる中でね、難しい、調整の仕方っていうのがね、あると思いますけども、その中でね、しっかり、15試合ね、約半分の試合に登板して、防御率 0.00 っていうのはね、非常に、素晴らしい活躍なんじゃないのかな。まあ途中でね、イニング変わって後ろのピッチャーが抑えてくれたっていうのもね、多々あると思いますけども、このフォアボールをね、もうちょっと少なくっていうところをね、できれば非常にね、さらに良くなってくるんで、今後のね、成長、活躍にね、期待する意味も込めて、ソフトバンクのね、月間 MVP に押したいと思います。ちなみに、武田翔太、非常にね、今年頑張ってるんじゃないですかね。この前のピッチングも非常に良かったですし、防御率も安定してると。制球さえね、安定すれば、まあ、ホークス選手はね、制球さえ安定すれば、非常に、素晴らしい活躍がね、できると思っているので、このホークスは2人に送りたいと思います。最後に、現在首位の楽天の打者、月間 MVP は、浅村選手。現在パリーグ2位の高打率、3割2分6厘ね。今年はちょっとね、ホームランの数が、伸びてないっていうところでね、心配する声もありますけども、現状ホームラン1本と、ただし、フォアボール27、そして出塁率4割8分3厘っていうのは、リーグトップっていうね。楽天はね、外国人選手の来日が遅れたりとか、で、またカスティーヨ選手がね、試合ででも脇腹痛めたりってしながらね、ちょっとね、こう、で、今、選手のね、この調子の上下動っていうのがある中で、本当に安定したね、戦い、バッティングがね、できているっていうところでは非常に頼もしい存在なんじゃないですかね。しかもまあ、セカンド、ファーストとね、守備が動けるというところも、鈴木大地も含めてね、いろんなバリエーションが組めるっていうところでは、非常にいい形の戦い方がね、できてるんじゃないのかなというところでね、まあ、ここからね、ファンの皆さんが期待するのは、ホームランがね、増えていければっていうところですけども、安心してください。スーパースターは、最後終わったら打ってます。ね。さあ、続いて、投手の月間 MVP は、開幕投手の涌井。マー君がね、ふくらはぎの故障で出遅れる中で、4勝0敗、防御率 1.51 は、さすがです。勝率10割、長いイニング投げられますし、昨日も、非常にね、安定的な、まあ最初ちょっとね、バタつきましたけど、フォアボール連発でね、安定したピッチングがね、できてるっていう中で、2年連続ね、タイトルもあるんじゃないですかね。やっぱりね、楽天としては非常に頼もしい存在になってるんじゃないでしょうか。しかも昨年よりちょっとコントロールがもっと良くなってるような感じがします。その中で、現在首位、
非常にいい形、ピッチャーもね、マー君帰ってきた、早川もいい、ね、岸則本と安定しているというところで、ここからのね、また楽天も、まあ、昨年はちょっとね、終盤から失速していきましたけども、ちょっと今年はね、かなり怖い存在になっているんじゃないでしょうか。というところで、楽天は打者、さあ、浅村、そして投手、涌井と月間 MVP でした。さあ、ということで、全パリーグね、6球団の打者、投手のね、月間 MVP を発表してきましたけども、最後に、パリーグの3月、4月、月間 MVP は、打者部門、ロッテ、マーティン！イエス、マーティン！いや、もうこのね、マーティンを、里崎チャンネル的には、月間 MVP に推したいと思います。まあ、なんて言ってもですね、ホームラン10本というところは非常に素晴らしいですし、得点圏打率4割5分8厘というところもね、非常に、チャンスに強い。まあ、先ほど言いましたけどね、こう、荻野がね、今最多安打ね、36、リーグトップタイというところで、この荻野ね、マーティンの絡みっていうのは、非常に相手に脅威を与えるね、素晴らしい打順の組み合わせにね、なってるんじゃないかなと、思います。しかも守備面でもね、本当にね、持ち前の強肩というところで、辰巳のね、ファースト出たところを刺したりっていうね、ところもありますし、守備面での活躍っていうところも素晴らしい。やはりね、昨年ちょっとロッテが最後失速したのもね、コロナ陽性の影響はありますけども、やっぱりマーティンがあの西武ね、ドームで故障して離脱したのがね、やっぱり一番大きかったんじゃないのかと、今でも思っております。ということで、この3月4月、パリーグの月間 MVP 打者部門は、マーティンです。続いて、パリーグの3月4月、投手部門、月間 MVP は西武平投手。やはり10ホールド、そしてなんと驚異の防御率 0.00、 方程式のこの8回をね任されながら、あのクイックでストレートスピードが速い中、まあ、もちろんね先発投手の方がね涌井の4勝、そして高橋光成の4勝っていうところはね、もちろん捨てがたい素晴らしいね結果だと思いますけども、里崎チャンネル的にはこのねリリーフで頑張ってる約半分のね試合を投げて、しかも防御率 0.00、 しかも勝ち試合をね抑えていく今のね、西武、これからの西武がね浮上していくためには、この平良投手のね活躍が必要不可欠というところでですね、月間 MVP 投手部門は並びに並んだ豪華先発投手陣を抑えて西武の平良投手、里崎チャンネル的に推したいと思います。あとはですね、コメント欄に皆さんが思う各球団の月間 MVP だったりとか、もしくはそこまで見てないよっていうねファンの皆さんはですね、自分の好きなチームのですね投手野手部門月間 MVP、 そしてこの3月4月のねパリーグの月間 MVP は誰なのかっていうところをねコメント欄に寄せてもらいたいと思います。そしてみんなでねいろんな意見を出し合いながら楽しんでいきたいと思います。ということで5月どうなっていくのか、パリーグまだまだ目が離せませんね。もう少ししたらですね、パリーグの約1ヶ月ぐらい終わった各チームの里崎診断っていうのをねやっていきたいと思いますので、そちらも交互期待ください。ということで、栄えある3月4月月間 MVP は打者ロッテマーティン、そして投手平良投手でした。おめでとうございます。